今週も流大アイビーの時間がやってまいりました。今週のパーソナリティのあかりです。この番組は現役流大生が琉球大学の先生や学生と研究や流大沖縄の魅力について語り、琉球大学沖縄を盛り上げていこう、そして受験生や現役の学生さんに流大の魅力をお伝えしようという番組です。本日は特別放送バージョンということで、近所にある雪山酒造さんに来ています。ようこそ。こんにちは。名前から予想している方もいらっしゃると思いますが、そう、あの琉球泡盛を作っている酒造さんです。この崎山酒造さん、さまざまなコンクールで1位を取った商品も有名だそうですが、その歴史や働いている方にも魅力がたっぷりあります。本日のゲストである崎山さんは琉球大学の卒業生なんだとか。私たちの先輩です。そう、本日のゲストは山純子さんです。よろしくお願いしま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 す。本日はそんな私たちの大先輩である崎山さんに、松藤の歴史や青森についてのお話だけではなく、生き方や働き方、そして多くのお話を伺えたらと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんにちは、流大アイビーのあかりです。本日は小暮先生と課長さんと崎山さんと一緒にお送りしております。ではここから早速ゲストをもう一度ご紹介したいと思います。はい、崎山酒造専務取締役崎山純子さんです。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。4代目のおかみ崎山純子でございます。よろしくお願いします。では早速お話伺っていきたいと思います。はい、先ほど工場見学で工場のお酒の作り方やご説明を受けながらお話を聞いたんですけれども、私不思議に思ったのが、泡盛が栽培とあと黒麹でお水が重要っていうことがあったんですけど、はい、お水とお米がの名産地っていうんですか、はい、でお酒のお酒が作りやすいんですか、ね、なんか日本海側って新潟県って日本酒とか有名なのかな。そうですね、うん、お水も有名っていうか、お水もあるし、お米も美味しいじゃないですか、はい、特産品とお酒って関連あるんですか。青森はあの歴史的にですね、あのやっぱりあの首里城 の、はい、あのまあ、王様 の、 あのいわゆるこう持ち物のような形で作られてきたっていう歴史がありまして、でそれで首里三家っていう、で首里の崎山赤田鳥堀っていうところで作られていて、でそれをあの、まあ、首里城に、まあ、いわゆる上納して、その残りを、まあ、酒屋を売って、まあ、生活をしてたって、いわゆる、まあ、農家さんと一緒ですよね、まあ、そういうのがあって、それであの首里城、まあ、焼けてしまいましたけど、まあ、焼ける前にこう首里城の中にいわゆる、まあ、金蔵って、金蔵って金の蔵なんですけど、実は酒、うん、お酒を貯めておくっていうのが歴史的にずっとあったんですね。でそれが、まあ、ペリーさんがペリー外交にいらした時にも、はい、まあ、そういうものをやってたし、中国からあの札幌、まあ、はいはい、琉球王を、まあ、認めてもらう札幌とかいろんな時にも札幌市が、こっちからも行く札幌市が来られてますよね、うん、何百人も。まあ、そういう接待とかにも使われてました。飲ませたんですか。もちろんです。あのそういう接待のいわゆるこうお土産とかのものの重要な、はい、あの特産品だったわけです、うん、まあ、首里城にとっては。うん、だからそういうものがあるし、またあの例えばあの、まあ、1608年の薩摩侵攻以来、うん、はい、あのやっぱり薩摩にとっても、まあ、あの首里城が持っているお酒っていうのが江戸に持っていく、うん、こう例えばあの時にアルコールっていう高い度数のアルコールがないですから、うん、まあ、刀傷であるとか、まあ、いろいろ着付け薬であるとか、そういう薬剤としての役割も担っていたっていう、まあ、歴史的なものもあるし、消毒にもなる。そうですよね、
でそういうものに使われていたっていうこともあって、でしかも青森っていう名前が、まあ、最初はまあ焼酎みたいな形で文献には載ってるんですけど、途中から青森って名前になってるんですけど、うん、まあ、そういうものとかですね、うん、のがありますし、だから今あの私たちもすごくこの間あの、まあ、私も鹿児島との縁がいろいろ、まあ、昔から縁が深いのでいろいろなところに伺うんですけど、昔山川港っていう鹿児島の山川港から沖縄を入っていって、でそこから江戸の堀っていうのを行っていく歴史もあります、うん、実は、ね、沖縄鹿児島江戸って結構大事なルートだったんですよね。おそらくそうですね、うん、まあ、山川港に入って、まあ、いわゆる中国人とあの薩摩は、まあ、交流してるんですよっていうのを江戸に見せるためにも、うん、その重要な山川に入って、うん、そこで着替えて、そこからルートを持っていくんですけどね。そもそも薩摩芋も本当は沖縄が最初だった。琉球芋って言われてますね、向こうでは。なんかスーパーとかにもね、よく書かれてるのが、うん、それが鹿児島に売ってんの？あ、それは売ってます、売ってます。あ、スーパーでとかでよくなんか小さい田舎とか行くと琉球芋とか書かれて、名前が琉球芋になってます。もともと義摩新城って人が野国総監、野国総監とか義摩新城とかになって小学校の時やりました、やりましたよ、ね、それが持ってきて、まあ、この人たち の, あの、ね、お墓とかがあそこに、ね、上に蔵にありますけど、そういうのとかね、うん、ありますよね、うん、ちょっと小学校 の, あの歴史を復習した気持ちになって小学校どこですか？上星小学校。あ、すぐ近くじゃないですか、首里城のすぐ下赤田町とか、うんうん、近いですよね、思ってました、うん、だから赤田にあの崎山酒造はありました、もともと赤田の方にもお水は有名というか、お水が流れている場所があるんですか？もともと首里っていうのは水が豊富なところですよね、湧き水がすごいあって、だからその水をうまく利用していって、また岩がゴロゴロしているので農業はできない、うん、多分でも首里城もよく考えたなっていうのは思いますよね、うん、でそこにね青森を作らせて、でそれを特産にしていくっていう流れがあったわけなんですよね、うん、であと織物が盛んなのも首里で、やっぱりそういう流れは、あのそのお土産としてね、反物とお酒を持たせるお土産品として使うっていうのはあったかと思います。うん、ちょうど聞こうと思ってたんですけど、もともと青森ってその特産品だったり献上するものっていう歴史があったと思うんですけど、すね、はい、今は結構お酒自体が楽しみじゃないですか、はい、そういう娯楽とか楽しみに変化していったのって何かきっかけがあったりしたんですか？あのやっぱりそれ戦後 の,、うん、あの流れももちろんあのゆとりができて、うん、こうみんなで家庭で飲めるっていう流れももちろんあったかと思うんですけど、沖縄はもともとですね、あの民芸的な文化的な、あの七尾七尾ってよく、七尾っていうのはあの季節のなんかいろんなお祝い事があるじゃないですか、あの例えばあのなんていうの、今日は豊年祭であるとか、うん、で農家のいろんな今日は田植えの日であるとか、そういうところにやっぱり民芸的なものもあるし、3月3日の何々とかそういうものにお酒が使われて、あのすごく関連してるんですね、紙の行事とか、うん、あのいろんな紙行事とか民芸的な行事とお酒がすごく重なっているので、うん、あのその時に1回の神行事とか終わると、まあ、シーミーとかもそうじゃないですか、お酒を持っていって、行事と重なって、それが終わった後にみんなで楽しむっていう流れからも一つ来てると思うんです。先ほど少しはあちらでご説明いただいたんですけど、はい、松藤の泡盛のこだわりの点っていうのは何ですか？はい、そうですね、あのやっぱり青森自体が、はい、あの原料が米、黒麹菌、水で原料が少ない中でどうやっぱり個性を出すかっていうのがあると思うんですけど、うん、例えば味噌でしたら手前味噌って言って、
同じようなに麹も入れて同じように作るけれど、うん、みんな味が違うじゃないですか、各家の味が、はい、手前味噌でこうと一緒 で青森もですね、やっぱり各蔵で味わいが違うのはその蔵独自のいろんなこだわりを持って作っているからだと思うんですね、うん、で崎山では、まあ、先ほど申し上げたように3日間麹をじっくりと米の一粒一粒に麹を馳せる混ぜさせるっていうのが一つの特徴なんですね。で麹をすべて米をすべて分解させて、でその仕込みに全部仕込んでいくっていうのがうまみにつながるっていうのがあるので、その工程の中に黒麹菌と水をどう合わせていくかもあるし、まあその柔らかさが来ているのはやっぱり軟水で作っているっていうのが一つの一番の特徴です。なんか伝統工芸品とかって一つ一つ全部手作業でやったら一個ずつ味があるっていうじゃないですか。ですごく現代ってすごくいろんな機械とかが発達してるのに手作業でやるってやっぱり一つ一つの上でさっき見せていただいた混ぜる、一つ一つでも味が違ったりするんですか。それはもう一つ一つやっぱり調整をしていきますけど、やっぱり一つとして全く同じものは多分ですよ、できてないと思います、まあ、微生物っていうのはやっぱり生き物ですから、気まぐれなとか、どういうふうに育てていくかもありますし、本当に子育てと一緒で、まあ、5人としても5人同じような性格はできないでしょうから、まあ、そういうものと全く一緒で、やっぱり黒麹菌をね、菌を育てていく、酵母を仕込んでいくっていうのは、一つの麹を作る人たちの手間暇がかかっています。毎日混ぜているんですか。もちろんです。もう盆正月なしでみんな交代で出てますし、まあ、そういうところはやっぱり私たち生き物を扱う、まあ、現場ですので当たり前のようにね作業はしてますけど、やっぱりそれでも失敗する時も、もうほとんど今はないんですか。いや昔はなんかそれがあったっては聞いてますよ、確かに、例えば台風で全部電気がもう来ない、はいはい、でじゃあせっかくこれ冷やそうと思ってたのに、温度が上がっていって、もうアルコールを作りすぎてしまったとか、まあ、そういう、まあ、昔ながらまた寒すぎて麹が冷えて、麹が育ってないとか昔のね、いろいろそういうのは聞きますよ。でも今私たちはそういうものにはなかなか、まあ、なかなかっていうか、出ないようにコントロールされてますよね。コントロールしてますから、はい、ある意味だから手作りですけど、まあコンピューター制御もしてますし、まあそういうところはねないですけどね。私学校で泡盛の実験をやって、このぐらいの瓶に最初のタイ米のところから全部やってみたいなのがあったんですけど、やっぱり毎日混ぜに行くんですよ、はい、それだけですごいみんな大変で、なったので本当にあんな大きいの思います。そうですよね、麹を多分仕込みするときに米が浮いてくるじゃないですか、ずっと、あれ分離してしまうんですよ。だからかき混ぜて中まで米を一回沈めるように、こう同じ環境に持ってくる、していくのが毎日のこういわゆる囲みの攪拌作業なんですね。すごいブク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 と発酵もしていきますし、麹をしっかり作るとしっかり仕込みもしやすいんですよ。だから麹を下仕込みをしっかり、またあまりかき混ぜすぎると逆に発酵を促してしまうので、それは様子も見ながら、いわゆる情報っていうんですけど、様子を見ながらやりますね。見ながらっていうのは目で見ながら、まあ、目でとか感性ですよね、いわゆる、まあ、今どれぐらいの発酵をしてるかっていうのは毎日やってる、まあ、作業人だからこそ見てわかるっていうのがありますから、今はあんまりかき混ぜちゃダメとか、やっぱ見て、芸術家みたいですね感覚で、まあ、作業していきますよね。今は機械で、まあ、エアー攪拌っていうんですか、あれでやっても大丈夫とか、まあ、手でじっくりとやっていくとか、まあ、そういうのはね見ながらしていきますけどね。何年ぐらいされ皆さんはされている方がやってるんですか。
やっぱり一番やっぱ3年やらないと基本的なことはできない、見てわからないっていうのはありますよね、うんうん、今何日目って私たちも見たら大体何日目って見たら分かりますけど、うん、この、まあ、分解状況が、あの発酵状況がね、うんうん、もういっぱい最初はやっぱりあのかき混ぜなくちゃいけない、蓋っていってあの麹が浮くんですよ、うんうん、はい、で蓋が熱いんですよ、分解してないと、どんどんかき混ぜて中にやってどんどんこう、うん、発酵を流していくとこの蓋がなくなって、先ほどすぐ液体が見えたじゃないですか、うんうん、あれはもう発酵、ある程度発酵してるんですね、見ただけで今、まあ、そういうのが今なかったんですけど、まあ、お見せしなかったですけど、うん、そういうのはありますね、うん、まあ、酵母菌もまたいくつか使ってますので、あの、まあ、見ただけでどの酵母を使ってるとかですね、そういうのをね、現場とか見て分かりますね、発酵の仕方も、うん、あのプツプツって音も違いますし、音も違います、もう本当にもうドンドンドンって言うとプチプチプチの音が違いますよ。でもそれも3年やんないと分からない。まあ人によってはね、感性が豊かな人はもうすぐあーって見分けられる人もいますしね、うんうん、作りは難しいですよ。そうですね、やっぱりいくら学問で学んできても、はい、それを見る能力がなければできないでしょうか。ぜひ酒蔵に行きます。いますよね、友達にもなんか、あのステーキ焼いてる時にあの肉の声がとか言うと思う。それと一緒ですね。あの天ぷらでもあるじゃないですか。ね、天ぷらでもね、水分が弾けるときは取っちゃダメとかね、うん、いろいろあっていて、シュンシュンシュンってやってから取りなさいとかね、料理人はよく言ったりしますよね。続いてこの会社の松藤さんのお話に移りたいと思うんですけど、首里、はい、に最初あったということなんですけど、近町にあの移動した経緯とかありますか？はい、まあ、まあ、1940、まあ、戦争が終わってね、はい、あのすぐに昭和21年に戦争が終わってますけど、まあ、その時にあの、まあまあ、いわゆる一番の原因は密造酒がたくさん作られてしまって、先ほど言った上五島とかいろんなやっぱ地元で皆さんお酒が飲みたいから、あちこちで作り始めてっていうのがあって、これはなんとかやっぱりちゃんと作らなくちゃっていうのがあって、密造酒で変なものを作って病気になったりとかね、やっぱりいろいろありますから、だからそういうものとかもあるので、あの作らせてあったのが5カ所の官営の酒造所ができたんですよ。なんかその中の一つがこの伊芸酒造所、崎山酒造所だったんです。でその時に首里から、はいはい、あのこの官営の命を受けて、まあ、こっちで酒蔵を作りなさいっていう、うん、まあ、昔やってた人にしか言えないじゃないですか、うん、で首里でやってた業者がこちらに作りなさいって言われて、昭和21年にあのこちらの方に来たのが移動のきっかけです。もうそれからもう76年、今年77年目に入りますかね、来年入ります。ここにお水が流れてるっていうのはもともと知られてて、そうです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 、はい、もちろんあの地の利はねちゃんと研究した上 で、ね、あの昔は水道施設があるわけじゃありませんので、やっぱりここに水があるから、じゃあここに作ろうっていうのはもちろん、あの、ね、民政府も含めて場所を決めをしたでしょうし、うん、まあ、この地に作れるようになったっていうのも一つの、まあ、あのラッキーな地の利でもあったかと思いますね。水が豊かなところでもありますし、うん、今でもこの水の恩恵を受けてますので、仕事、うん、道具なんですけどね、まあ、香りを皆さんにちょっといろいろ選んでいただいて行くんですけど、まあ、この香りが出るまで待ちましょうね、うん、香りでどこの青森か分かったりする？そこまではいかない、分かる時もあります。進むと分かんなくなる、うん、甘い香りはどんどんしていくので、うん、どんどん旨味がしていくんですけど、
香りがどんどん残ってると思います、うん、これ実はこういうふうに残っていて、はい、飲み終わった後にそうこの香りがまた香ばしくなるんですよ、うん、この後でまたね、一回戻してみて、戻した直後とまたアルコールがちょっと飛んだ後香りがまた変わってくるんですよね。そうなんですよ。もうちょっと、はい、その方がまた甘みが、はい、なんか、なんていうか甘い香りがしてくるっていうか、そういう香りがすごく香ばしくって、うん、で最後残りがが好きっていう方よくいらっしゃいます。すごい。後でぜひその香りを、ね、堪能されて。戻しちゃっていいんですか。はい、一回戻して、もうあともうちょっと1分ぐらい置いていただいてから、じゃもう少しですよね。はい、これは違います、全然違いますか。あのこれは101っていうあの青森酵母を使ってるんですけど、酵母が違うんです。あれはあの黒糖酵母っていうあのちょっとね、うん、あのちょっと青森とはまた違うあの感じの味わいがありますね。パッケージは何をイメージしたんですか。なんかあの洋風じゃに見えますか。あ、そうなんですね。パッケージがこれはあの実はううあの2018年にあの私が、はい、あの、まあ、作りあの開発した、はい、あの青森なんですね。あの黒糖酵母っていう酵母があって、うん、東京農大のあのまあ、あの今はもうお亡くなりになったんですけど、うちの崎山の恩師でいらした中田先生っていう、まあ、酵母の第一人者なんですけど、これ全国の日本酒のいろんな酵母、まあ、花酵母で有名な先生なんですけど、あの酵母で第一人者でいらっしゃるんですけど、その先生に、まあ、その当時花酵母先生いろんな花から、まあ、自然界のいろんな酵母がたくさんあります、うん、でそれが酵母を一回取ったからといってアルコールを作れるかどうかはまだ分かんないので、これを何千回も繰り返してやっとアルコールに適してるっていうことが一つずつ断定していくんですけど、うん、まあ、あのそういう のものを先生がやってらしたので、うん、で2017年に先生にお電話したんですよ、うん、突然っていうか、まあ、まあいろいろ交流はありましたけれども先生あの実はあの私はそのアモリも、まあ、将来的にやっぱり女性も飲んでもらいたいので、まあ、将来的にって前とか飲んではいますけど、ちょっと女性向けに、うん、に、まあ、優しいアモリを作りたいっていうふうな話で先生言ったら、じゃあいいのがあるからすぐ来いと先生が言うので、翌日チケットを取って先生のところに行ったら、先生がはい、農大にの先生の研究室に行きましたら、はい、この試験管に酵母が入ってすごい渡されました、ご新聞紙に包まれて、はいって言って、はい、じゃあ飲みに行こうかって言って、先生と、まあ、飲みに行った、木こりっていう居酒屋に飲みに行った、まあ、記憶がありますけど、まあ、いろんな形でやっぱり、そういう支援もいただきながら、うん、作った青森が黒糖酵母っていうこの酵母で、やっぱり女性にも飲んでほしいので赤いラベにしようっていうのはずっと思ってたんですよね、はい、まあ、この黒糖っていうものからこの瓶もちょっと茶色にしたんですよ、ね、でそういうのを作っていって同じ松藤だけどちょっと違ったものにしようっていうのがあって、それにしたっていう経緯もあります。実はこれは黒糖の、香りがちょっと残る。ちょっと香りはもう最初から黒糖の香りがちょっと違います。これは黒糖の抽出培養液っていってこの液状になったものから、はい、やっぱり液体になってこう舞うときに酵母が舞うので、そこからポンと抽出していって微生物を、ね、取っていくっていうふうにやってますけどね。うちの崎山もその酵母研究室に
実は大学の時にいました。結構地道な作業だったんですけど。戻してみていいですか。残り顔をぜひ変化するんですね。またどんどん甘くなってきますので、またねお試しください。はい、では前半は見学やインタビューいかがでしたでしょうか。青森の魅力や特徴をたくさん知ることができました。後半は崎山さん自身についてお話を伺っていきたいと思います。人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。浦添定石通りにあるチュチュチュラムハウジング、お家のことならチュチュチュラムハウジング、 OTS グループのチュチュチュラムハウジング、みんな覚えた？チュチュチュラムハウジング、まずは検索。全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。 03-6380-0166 全国若年認知症協議会。生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天満から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。手作り弁当のお店なごみキッチン、塩サバ、とんかつ、照り焼き、唐揚げ、がっつりヘルシー、おいしい、てんこ盛り、トッピングカスタマイズも OK。 電話 098-893-0417、 天満一ノ木通りなごみキッチン。宅配もやってるよ。何食べたい？お肉。牛角カルビとダブルタンボ。黒糖さつバター。美味しい？ラーメン食べるか。アイス食べたい。美味しいやってる。牛角宜野湾店好評営業中。はい、ここからの方こんにちは。ずっと見てくださっている。ずっと聞いてくださっている方ありがとうございます。あかりです。では後半は。崎山さん自身について様々なお話伺っていきたいと思います。はい、では先ほど流したハローマイフレンドなんですけど、はい、なぜこの曲を選んだんですか。もともと私一番最初に買った昔、まあ、レコードが、はい、ユーミンの飛行機雲っていう、ね、はい、レコードが一番最初に買ったレコードだったんですね。はい、まあ、ユーミンが大好きだったこともあるし、で時代を経てもやっぱりこうなんていうんですか、このずっと聴ける歌だと思うので、うん、まあ、ずっと家でも流しっぱなしっていうか流してもいるんですけど、うん、先生がねうちにいらしたというの。あ、そうだっけ。ずっと流してましたけど。すみません、酔っ払うの。いやいやいや。うちのホームパーティーにちょっと来てくださる先生が。でバーベキューをね庭でよくやるんですけど、はい、まあ、いつでも聴ける歌でもあるし、すごくあの、まあ、精神的にも、まあ、支えられるっていうか、うんうんうん、歌でもあるので大好きで、まあ、その中でも卒業旅行とか、あの、ユーミンのいる航空機雲だとか、うんうん、何でも好きなんですけど、うん、ジブリに結構使われますよね、ジブリの作品。そうですよね、ジブリ見る結構して、はい、うん、いろんなのが好きですけど、今日はこれを選ばせてもらいます。はい、皆さん聴いて楽しんでください。では崎山さんは琉球大学をご卒業されているというのを事前にお話を伺ったんですけど、何学部、卒業ではほどではないんですけど、もともとはあの短期大学校の英語学科というところで卒業して、はい、でその後で、まあ、移ったんですけど、あの英語が専攻でした。へー、ずっと。でもその後仕事はあの、はい、ずっと、まあ、司書っていう図書館司書という仕事をずっとしてまして、はい、でその時にあの、まあ、図書館司書の仕事 で、はい、あので仕事としてはずっと学校の方とか、はい、まあ、教師もしてはいたんですけど、はい、であの
その前に、まあ、英語を生かした仕事をしたいなっていうことがあって、うん、ずっと沖縄で昔はパンナムとか、はい、いろんな飛行機が沖縄に来てたんですね、はい、その来てた時にその飛行機のいろんなツアー会社っていうか、うん、まあ、今昔はそのチケットを取るのにその事務所が通してとか取れなかったので、そういう事務所に、基地内の、そういう事務所に働いてました。アメリカの会社に。じゃあ英語を普通に使ってたんですか？そうですね。その当時はですね。まあ、40年前の話ですけど。でずっと使って、文書でもずっと英語だったんですけど、まあ、そういう仕事をしていて、でその時にもう飛行機がどんどんやっぱ沖縄から立体、もう撤退することになりまして、でいろいろ、まあ、なくなったので、うん、まあ、それからもう事務所がグアムに移るってことになって、はい、まあ、多分沖縄の基地がほとんど、まあ、グアムに移ったことも原因だったと思うんですけど、うん、移るってことになって、じゃあグアムに来るかって言われたんですけど、いやちょっとっていうのがあって、はい、そこはやめて、はい、であとまた大学に戻ったりして、はい、とかして、でそれからちょっとアメリカに1年ほど乗りたりとか。どちらに？最初はアルバイトで、実はニューヨーク市立図書館に来た。ジョージア図書館。はい、それが日本の文学作品というか日本の本をなんか分類するっていうアルバイトだったんですよ、うん、分類じゃ、実は図書館の分類って世界共通なんです、うん、分類表が、うん、ほとんど一緒で、だからそれはどこの国行ってもできるんですよ、実はその分類法っていうのが、できていて、でたまたま重大の先生にこういう仕事があるよって言われて、で紹介状を書いていただいて、そこに行って、それは3ヶ月のバイトって言われたんですけど、まあ、そのパンナムの流れもあったので、それを行って、でも6ヶ月、まあ、働いて、パッと行ってすぐできるようなんですか、そういう仕事は。できます。図書館の仕事って人との交流とかじゃなくて、全部こう例えば本が積まれていたら、これはどれに分類するかっていう、まあ仕事の中の一つだったので、まあまあいわゆる人に提供するっていう、まだ仕事じゃなくて、まだ分類がそれほどされてない時代に、ね、たくさんのもう分類しきれないものがたくさんあるから、その整理の人がいて、日本人が結構その時に3名ほど。ていて、まあその前にそのパンナムの仕事でも行ってたんですけどね、アメリカに行ってたんですけど、そういう仕事があるっていうので、まあ、そこだって働こうかなって言って、本当に暗いの中に今度山に埋もれながら仕事をしてました。もうでも面白いことに、日本語の本なので、なんか錯覚するんですよ。日本だって錯覚。なんかアメリカにいる雰囲気じゃなくて、まあ、外に出たらニューヨークですけど、そういうのはありましたね。日本人しかいないし。確かに。周りも日本人。そういうのがありました。今伺った話の中で全然お酒の話が出てこなかったんですけど、何がきっかけで酒造関係のお仕事？お酒はやっぱり主人と結婚して、まあ、酒蔵に、まあ、でも私は公務員でずっと働いてたので、はい、酒蔵と一切関係なく、関係なくって言ったら関係はありましたけど、関係なく仕事として、でも崎山の母が70になった時に、そろそろ辞めてくれないかと、まあこっちも、まあ、今までちょっと崎山、まあ、うちの崎山夫っていて、まあ、2代目が崎山紀章と藤子、3代目が三沢と三つ子っていうのがあったんですけど、で母がずっと三沢お父さんが亡くなって、
二十何年も守り続けたんですよ、亡くなったと。でその後で、あの、まあ、そろそろ、まあ、でもその前に私給料計算とかいろんな事務的なことはやっていて、もちろん土日の工事の手伝いとか、うん、若い時にね、若い時っていうか、まあ、40代の頃工事の手伝いとか、うん、酒の手伝いとかいろんなシステムのことはいろいろやってました。うん、逆に言えばね、うん、でその後で本格的にちょっと辞めて、うん、あの入りました、40いくつか で入って、うん、でそこからも、まあ、酒造りを学び直して、学び直したっていうのも、崎山がうちの代表が、まあ、どうせだったら作りから始めろって言われて、とかいうぐらいだったんですけど、でもいい勉強になりまして、本当あの当時の作りからとか、米の蒸しとか、全部そういうのをやりまして、で難しい論文とか渡されて、本とか専門書とか全部渡されて、こういうのを読みなさいって言われて、で日夜本当に。でも私が酒蔵に入るからには、うん、であなたも私も一生懸命勉強するけどあなたもゴルフは一切しないでねって言われて、で彼も1年間ゴルフをやめて、やめて、あの私の勉強に付き合ってくれてました。いい、すごい、いい旦那さんだ。いやいや、当たり前じゃないですか、大丈夫として私を鍛えないといけない。でそういうのがで酒蔵に入って本格的に、まああのまあ、この酒蔵 の、あの代表のね、おかみとして、うん、作業が始まった次第なんです。もともとは全然お酒に関連するお仕事なさってたとかそういうことではないんですか？全然関係ないです、専門的なことも全然関係なくって、あの、まあ、ある意味新鮮なね、あの、まあ、勉強の場でもありましたね、その時に。楽しかったでしょ、最初の頃は。楽しかった頃は。次第に違う楽しさを覚えてくるんじゃないですか。そうですね、経営上のね、まあ、経営的にはもちろんですけど、いろんな人と、まあ、先生ともそうですし、やっぱりお酒の場っていうこともありますから、いろんな人との出会いもあって、ここまで皆さんに支えていただいてやってこれました、はい、楽しさの話が出たんですけど、秋山さんにとって泡盛作りの楽しさはどこですか？実は泡盛作りっていうのはあの楽しいっていう前にまず、はい、やっぱり泡盛って琉球泡盛っていうのは沖縄の伝統文化でもありますので、はい、やっぱりそれをやっぱり世代にどうつなげていくか、はい、っていうのが楽しみの一つですね。まあ、作ることはもちろんですけど、まあ、それを若い世代にどうつなぐかとか、まあ、皆さんにどう広げていくかとか、今はあの違う意味で楽しみですね。まあ、昔はこう作るのがすごい大好きで、まあ、どういったふうに作るとか、まあ、1年間作ったものを飲み、作ったものを飲みて毎朝こう試飲する、あのその時期があったんですけどね、まあ、それを超えて次々いろんな課題が自分に出てきまして、まあ、今はあのやっぱり世界に泡盛をどうつなげていくかとか、あの、まあ、人と人との間にどう泡盛をつないでいくかとか、あのそういう、まあ、使命もありますし使命であり楽しさでありみたいなのがありますね、が出てくると思うんですけど、でも課題を楽しみと思って取り組めるか、あるいは課題だ、嫌だな、ちょっとと言ってやや逃げながら対応するか、だいぶ違いますよね。その辺はね、その辺はなんかポジティブにやってこられたような。もともとあの、まあなんか楽しみでいろいろやる方なので前向きな、もっとはあるんですか？前向きがもっと思ってなので、はい、あのやっぱりどういう課題があるかもそうですし、社員と共にねどうやっていくかもありますし、社員と社員の生活、あの家族も含めて私たちの責任でもありますので、まあ、その前に本当に一番大きな課題はやっぱり青森をどうつないでいくかっていう、あのことが一つ の、 あの私たちの使命であり課題でありどうしていくかっていうこともありますので、
今、まあ、今年ちょっとやっぱり青森がちょっとずつ伸びてはきてるんですよね。あ、そうですか。はい、そういう意味ではあの、うん、まあ、嬉しいで一つの、まあ、現象にもありましたけど、うん、で一番厳しかったのはここ2カ年のやっぱりコロナ禍においてもあ、はい、やっぱりお酒を飲めない状況っていうのもありましたので、うん、だから飲んでもらわないと仕事にならないじゃないですか。だからそれが一番辛かったです。うん、なるほど。うん、今後なんかどういう泡盛が受け入れやすく若い人に飲まれてくるんじゃないかとかと考えられてることあるんですか。あのただ松藤はあのただこの味だから若い人に飲めるとか、うん、そういうつもりでは一切作ってなくて、うん、やっぱり自分たちが美味しいと思わないとつなげないと思うし自分たちの特性っていうのがありますから、うん、それをしっかり守りながら、はい、どうつないでいくかを大切にしたいと思ってます。うん、だから相手があることではあるんですけど、うん、まあ、あの自分たちの青森をやっぱりしっかり作って、うん、それをどうつないでいくかをね、うん、今進めているところでもあります。うん、でもよく青森あるいはあらゆるお酒は何と一緒に食べて、はい、食べて飲むかって、はい、そういう組み合わせも結構大事ですよね。そうですね、うん、あのそれは本当あの普段の生活でもすごく思っていて、うん、これと飲んだら美味しいねって私たちは常々思ってるんですけど、うん、それをどう表現してどうプレゼンしていくかももちろん大切じゃないですか。うん、なんかあの今回あの、まあ、実際にあのパリに行った時に、うん、やっぱりすごくワインとマリアージュされた中でこうフルコースで出てくる部分があってそれを飲まれてるっていう状況もあるので、うん、あのまあ、それもある意味やっぱりあのチーズの、うん、専門家とに研修に行ったりとか、うん、あのいろんなものをあの、まあ、勉強してもきましたし、うん、まあ、今琉球青森と琉球料理という、うん、まあ、一つのねあの自然文化遺産と同じように文化遺産として、ねうん、どう取り組んでいくかも一つの課題でもありますし、うん、やっぱ世界に向けて。うん、青森をつなげていくために輸出もね頑張っていきたいと思ってますけど、うん、今ちょうどあの中国に初めて、うん、まあ、輸出して初めて10年くらいになるんですけど、まあ、徐々に、うん、はい、うん、まあ、伸びてきて、まあ、今年は、ね、伸びてきてるんですけど、うん、そう言われると中華料理に結構合いそうな、ね、そうですね。青森ってあのすごくあのやっぱ糖質ゼロ、プリン体ゼロってね、焼酎はよく言われるんですけど、まあ、体にもいいので、まあ、中国人はあの逆にその、まあ、すごく、まあ、油料理みたいなのもたくさんありますので、辛い料理とかもありますので、そう口の中をクリアにしてくれるっていうこともあるので、食中酒としても、青森はすごく食事にも合いますし、いろんな意味であのこれから可能性は秘めているのではないかと思います。いわゆる中国のお酒だと紹興酒とか紹興酒とかパイチュー、はい、あれのよりはすっきりした感じがしますよね。そうですね、はい、あのそういうふうにそれはよくあの中国でもね、あの声としてお聞きするんですよね。あの逆に飲みやすいと、あのでも度数が高いものの方がいいっていうのはよく聞きますね、飲みが。今私たちが輸出しているものの中で53度とか55度っていう商品がありますけど、うん、中国に合わせていった商品でもあるんですけど、うん、でも青森の特徴でもありますよね。度数が高いもの、その特徴とか特性とかを生かしてその地にどういうものが必要かっていうこともマーケティングの一つだと思いますので、まあ、そういうものも含めて、まあ、どんどん出していってまあ、沖縄の文化を、ね、伝えていければいいかなというふうには思っています。なんかホームページを拝見して動画が3つぐらいあったりブログがあったりすごいたくさ ん、 なんか取り組みといったらいいのか分かんないですけどそういう広報をしているっていう印象を持ったんですけど、そうなんです。違う、そういうことそのなんかその広報する伝えるときに意識していることってあるんですか。まあ、伝えるっていうよりもあの今の現状をどう伝えていくかもありますし、例えばあの、
この商品、私たちはこの酒蔵を伝えるっていう時に、今 YouTube を、ね、いろんな形流してるんですけど、一つ一つの YouTube に動画に、今日はこう松藤の歴史を伝えようとか、今日は松藤のスタッフを皆さんに見てもらおうとか、そういうのを作ってるんですよね。で、今日はこの赤の松藤だけのものを伝えようとか、そういう一つ一つ松藤に関する話題を決めて、そういう動画を作ってますけどね。一つ一つを知ってもらいたいっていうこともありますけど、今日はこれだけに特化するとか、今日はスタッフだけに特化していこうとか、そういうのをねやってます。例えばこの環境だけに、環境編っていうのも作ってるんですけどね、ぜひご覧いただければと思いますので、はい、ぜひ。なんか先ほどからお話伺ってて、すごくパワフルにいろんなところ行ったりしてるなと思うんですけど、なんかあの時あれやっててよかったなって思うこととかってあるんですか、逆に今から振り返ってみて。あ、もっとそういうことはいっぱいありますね。だからコロナになって初めて外国に行けなくなったじゃないですか、その時に、もっと行きたんじゃないかなって本当に思って、いろんなところにもっと足を伸ばせばよかったなとか、その時本当思いました。だからこれからでもやっぱり、今国が鎖国状態でしたのでちょっとですね開いてきましたが、少しずつ足を伸ばして青森をどんどん進めていきたいなと思ってます。今後はなんか泡盛の飲み方、楽しみ方っていうんですか、変わっていくと思いますか。飲み方はどんどん変わりますね。やっぱり人によって違ってきますし、私たちは今これは炭酸割りっていうものを今この商品で進めているってこともありますし、この商品はコッシュでこういうふうに飲んで一杯ずつちょこちょこ飲んでくださいとか、で水割りで飲んだ方がこれは美味しいですよとか、でこの料理と合いますよって、先ほど小暮先生がおっしゃったように、やっぱり料理とこの泡盛っていうのをどうやっぱり突き詰めていくかも今後の課題だと思います。私泡盛を飲んだことないので、すごい今日お話伺っていろいろぜひお試しください。友達に話せることがいっぱいあるなと思います。崎山さんから、私たち大学生とか、若者に伝えたいことってありますか。私が直接ね伝えるって言ったらおこがましいんですけど、ぜひ青森を飲んでほしい。崎山さんについてのインタビューいかがでしたでしょうか。エンディングでは崎山さんや小暮先生、課長さんに感想をお聞きしていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。血圧伝説飲んで下げる、一日二粒これも継続。ギャバ青パパイヤ発酵エキス、クアン層、長命層を独自配合した血圧伝説、守護伝説の調整薬草から新商品血圧伝説。調整薬草、あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか。大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。電話番号は 892-8688。 安心事前のご相談は葬儀社進化へ。パワーストーンリュッキュの中にアミノ酸ダイエットサロンがオープンしたんだって。ダイエットドキッ。 EM 電磁テスラは寝てるだけで腹筋3万回の効果あるって。最高。沖縄生まれのアミノ酸サプリも両方使って2倍。ごっちゃんです。行ってみますか。パワーストーンリュッキュ高原店、中城店。人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、
長浜モーターは冒険という名の豊かさを空間を車に乗せてお届けします。手作り弁当のお店なごみキッチン、塩サバ、とんかつ、照り焼き、唐揚げ、がっつり、ヘルシー、おいしい、てんこ盛り、トッピングカスタマイズも OK。 電話 098-893-0417、 普天間いすのき通りなごみキッチン、宅配もやってるよ。ではそろそろ別れの時間がやってきてしまいました。では崎山さんから今日の放送、今日の収録いかがでしたか？今日はあの皆さん、ね、小暮先生はじめ課長さんも皆さん来ていただいてありがとうございました、まあ、私もいろんなことをあの発信をしてるんですけど、まあ、こういった形であの少しずつ、まあ、ぶれない自分たちを発信していきたいなと思ってますので、うん、楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。私あの沖縄に来て3年半経って、はい、やっぱり青森はいいなと思ってます、ね。うん、前は日本酒だったけど、今ほとんど青森ですね。日本酒はあまり飲まなくて、やっぱりそれは気候と食べ物と、あとおそらく人々でしょうかね、すべて織りなす中に青森があるなと思って、そういう意味でも、うん、楽しく聞かせていただきました。今後ともよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。では、ジョーさん、今日の放送は、今日は実は飛び入りで、はい、この場に参加させていただいたところでありました。新たな技術はもちろん進んでいるんですが、はい、結局最終的なところは人のやっぱりそのが判断していいものを作ろうという、技術だけではなくて人の心が最終的にいいものを作っているんだなというのを改めて感じたこの場でございました。本当に崎山さんありがとうございました。私もあの資源で学校の授業ですごい泡盛について学ぶことたくさんあったんですけど、やっぱり実際目で見るの、自分で目で見るのは違うなってすごい感じました。小学生以来 あの酒造の見学です。すごくワクワクしました。はい、では皆さん、今日の放送いかがでしたでしょうか？公式インスタグラムとツイッター、YouTube でのアーカイブ放送もぜひご覧になってください。コメントもお待ちいたしております。今日の放送はみなばあかりと崎山純子です。小暮です。課長です。、はい、お送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。